ゆいちゃん、配信お疲れ。来週大学の推薦があるから応援してほしいな。緊張で不安。頑張れ、頑張れ。受験頑張れなくなった人です。どうしたの？なんで頑張れなくなったの？言ってごらんなさい。なんでダメになっちゃったの？なんで頑張れなくなっちゃったの？嫌になっちゃったの？もう受験なんて無理だ、俺にはって。なっちゃったの？敗北者です。なんで敗北しちゃったの？現役大学生からアドバイスしようか、だって。ほら。現役大学生が。アドバイスしようか、だって。どうしたの？いじめられたの？いじめられたの？ママに言いなさい。留年した専門学生からもアドバイスするで。みんな優しいの。専門割と簡単に入れるイメージあるな。でも確かに今勉強から逃げても社会人になっても勉強なんだよな。しーちゃん勉強してないですけどね。しーちゃんガチで受験勉強したことないな。ないですね。言い方は悩むけど、一般人は社会に出ても勉強しないといけないんですけど、スイちゃん高校生ですけどね。あ、スイちゃん高校3年生ですけど、でもスイちゃんみたいな、社会不適合者はこのように深夜3時に猫のパズルを始めて、皆様からの援助で生きております。私は運が良かったですから、私は運よくこのように、あの、皆様に助けられて生きておりますが、なかなか難しいですからね。ゆいちゃん応援ありがとう。自分を信じて頑張ってくれる。頑張れ。俺も今日から VTuber 目指すか。YouTuber の方がいいかもしれないですね。深夜だからガチアドバイすると YouTuber の方がいいかもしれないですね。VTuber ってできること少ないよ。二次元を生きる女からしてもらいますけども。私はもう皆さんとはちょっとそもそも違って二次元で生きているのでどうしようもないんですが、二次元で生きている人間がですね、三次元で何かをするってすごい大変なんですよ。私は二次元の人間ではございませんっていう方は素直に YouTuber を目指した方がいいと思います。どうやったら二次元の世界に行けますかね。スイちゃんは出身が二次元なんで、そもそも出身が3次元の場合はちょっと難しいかもしれないですね。全身打撲と右足骨折したけど、明日も仕事に行かなければならないので、明日を生きるためにエールください。休め。なんでだ。その状況でどうして仕事に行かないといけねえんだ。絶対休むぞ、スイちゃん。マジで。どんなに煙たがられても絶対休むもんね。だって骨折してんだもん。絶対休むもんね。んで、全身打撲と右足骨折だけで欠席マジって顔されても、はい、休みます、痛いんです、お前も骨折させてやろうかって言って休むけどね。